ちは。今回は第12代天皇、景行天皇について解説するぜ。一体どんな人物かしら？景行天皇は睡眠天皇の第三王子で、奥さんは皇后二人を含め、10人ほどいたとされるぜ。ハーレムじゃん。子供は80人ほどいたとされており。古代のビッグダディね。子供は次の天皇の聖武天皇や、古代の英雄ヤマタタケルなどがいたんだぜ。子供のことを全員把握できていたのかしら？景行天皇は九州でヤマト王権に従わない土蜘蛛や、九州南部の熊襲を制圧していくんだぜ。ほうほう。熊襲の一族が再び反乱を起こした際は、ヤマトタケルを熊襲に送り平定させるぜ。ここでヤマトタケルの登場ね。関東の方でもヤマト王権に従わない蝦夷の一族がいたため、ヤマトタケルを送り平定させたとされているぜ。九州から関東まで日本の勢力化となったわけね。しかしこの戦いの最中にヤマトタケルは亡くなったとされているぜ。景行天皇は、古事記では137歳、日本書紀では106歳で崩御したとされているぜ。